りました。はい、こんばんは、こみつと申します。こみつと遊ばないとボリューム、これ13でいいのかな、13、英大ゲームス出張版が始まります。わー、このこみつと遊ばないとは主に90年代CD-ROM ソフトを私がプレイしながら紹介、生のイベントの時はもう人を呼んでみんなでプレイできるっていうゆるいイベントでございます。で、今回は聞き手に本日何本目かもう分からなくなってきた薄葉亮也さんを聞き手にお迎えしてやっていこうと思います。はい、はい、薄葉です、よろしくお願いします。今回のこのゲーム展の展示では一緒にコーヒードッグスっていう名前でコンビ名でゲームを作っていて、今回ゲスト参加展示みたいなのをしています。はい、でこのイベント自体は池袋にあるブックショップの本屋ホンクブックスっていうところで配信とかもやりつつ、これまで12回やってまいりました。12回、そう、実は前回も宇佐さんがゲストっていう、あ、クリスマス的な、あ、そうそうそう、クリスマスパーティーをやったんですけど、もうそう、でそのブックショップ自体はその芸大のメディア映像出身の先輩たちが運営しているスペースですね。そうなんで、なんかそういうつながりがありつつ、でこのイベントの紹介をもう少しすると、きっかけがこのゲームコースの展示で、このゲームコースの前にあった、ゲーム学科展かっこ仮、第0年次展っていうのが2018年にあって、その時に私が iPad のアプリの Here and There っていう作品を、もう Apple Store リリースするっていうところまでを、プログラムとしてやらせてもらって、でその作品の制作のきっかけが何なんじゃって時に、こういう90年代のソフトが私の影響源なんですよって話からイベントを始めたんです。うーん、始めたんです。ちゃんと聞いた音があったようななかったような、いやあったのか、うん、でもなるほど、90年代ゲーム CD ロムで、これから、前半の30分ぐらいは今回この展示で参加しているゲーム2作品についてのトーク、それから後半1時間、まあ、50分ぐらいをこの CD ロム、こちらの2000年代のパソコンで遊んでいきたいと思います。はい、それではスタートします。本編、わーい、私こっち見た方がいいの？モニター見ちゃった、めちゃくちゃ僕らからすると、そうだよね、プレビューが気になりますが、はい、気になってました。さてじゃあまず、うん、今回のゲーム展にも出してる僕たちが作ったゲームの紹介ですか。しましょう。はい、はい、主にプログラミングを宇佐さんがやってて、私が、アニメーションをやって、なんかお互いにこういうゲーム作りたいねみたいなことを言い合って、あだこうだね、日々を過ごしつつゲームを作ったっていう。確かにすごく根本的な企画というか、うん、ネタ出しから始まり、そうだね、こうどっちかがバシッてよりかは、うん、本当にお互いパズルのピース1ピースずつをこう、うん、なんか乗せ合いながら何かそうね、こう造形していくみたいな感じですか ね、 ね、今回特にそうだったね。今回そうですね、うん、今回展示してるのがスーツケースアドベンチャーというタイトルで、うん、その前に作ったのが、はい、You Understand かわいい、これが最初ですかね、うん、最初です。
まあ、お互いと言いつつでも何か本当に最初の最初というか種の中心みたいなのは結構こみっちゃんの方が特に You Understand かわいいもなんかその最初の何を作る企画話みたいな時からこのありましたよね。なんかまあこれまずどういうゲームなんか単純にプロセス話したいなって思った時に本当年末にね年末と年始に時間あるからなんか作ろうぜってなってお正月休みそうでなんかもうその時に私が犬に可愛いって言いたいんだよねって話をしたんだよね確かそうでしたね。なんかそうそう結構なんか詳しくそれを教えてくれて、うん、やっぱり散歩をしていて犬がいると、うん、飼い主に散歩させられてる犬がで、すごい見て可愛いって思うんだけどそれをこう発露する機会がないというか、うん、そういう感じでしたよね。こう、うん、わーっとその犬をこう撫でに、うん、あ、そう行きたいけど行けないというかあのいい距離感を保ちつつ可愛いっていうぐらいっていう心の中で心の中ででなんかねその犬を飼ってる側じゃないからっていう経験もあるよねっていう普段身近にいないからこそそう道で会った時に、うん、ときめくそうそうそう部分がでこれはそういう行き場のない、うん可愛い気持ちへのそう発散するための、うん、ゲームというそうねうんそうもう本当にゲームの内容のもそのまま犬がそうだ、ね、いて、うん、犬が見つけたら近づいて可愛いと言うとでもなんか結果あの近づいた時のこのカメラのモーションとか結構やばい人みたいな感じでねだいぶこうなんすかねこうしゃがみ込んでますねまずだいぶ高さが腰は落としてますよね、うん、で犬もでもそれに応えてくれる目線の高さがあっててそうそうそう、うん、面白くなったよね、うん、結果そうですね、うん、いやでなんかちょうど去年のゲームコース展のオンライン版にこれで参加しててなんか完成直前にあれだったよね、音声認識のそうなんですよねちょっとところがなんかこう自分たちの環境でやってて動作してたからいけるだろうって思って友達にやらせたら動かないって言ってなんか若干なんでやって特殊な使ってる機能としてそうですね、うん、ブラウザで動くゲームでかつマイクで音声認識をするっていうのでこう Google の JavaScript の Google スピーチっていうのをこう Unity の中で使ってるんですけれどなんかそれのこう言語設定がパソコン側で日本語になってるか英語になってるかで何もしないとそれこが変わっちゃうで変わっちゃうとなんかちゃんと行かないとか、うん、そんなようなことがテストしていくうちに分かってね、でまたそれをこうテストしてくれていたこみっちゃんのお友達の池さんとかにやってもらってあれをこうちゃんと動画で送っていただいてそれがすごいおかしくて池さんがすごい可愛いとこう一生懸命連呼するんだけどもう犬はガン無視みたいなおいとか言ってそういう動画があれは結構でも来るものがあったというかまずいこれをちゃんと動くようにしないとなんか申し訳ないっていうのをすごい思うようなそうだったねエピソードででそれでまた完成して動くようになってまたそれを人が動画とか実況とかしてくれて結構それがね面白くてさそうですよね今日もそうな、しばしばそう言って今日展示してても思いますよねそういうこと犬がねこっち向いた瞬間にクスッとか、とか犬ね笑みがこぼれてて、いいよね結構意外と
可愛いっていうワン単語なの。結構意外と言ちゃんと言って遊ぶ人が多いというか、うん、可愛いって言って、うん、で本当にさまざまな年代層の方々が、うん、ね、小さい子とかもねすごいこう小さい子ちょっともう可愛いが溢れてて大渋滞君が可愛いよみたいなそうなのそうなのそういうコメントがありました、ね、うん、っていう感じですかね、うん、こちらはこれは今展示上野の東京芸術大学の校舎で、うん、今日と明日展示をしていますし、ブラウザ上でもオンラインのこの、うん、これはゲーム今見てるのは今回のゲーム展のウェブページで、うん、そこから進んでいっていただければ、はい、の Google Chrome のブラウザが入っているパソコンであれば遊べるので、うん、ぜひ、はい、触ってみてください。友達がね、犬飼ってる友達がこのゲーム家でやったら犬が来たって、へえ、僕でしょみたいな感じ。やっぱこのゲームに対して言うとやっぱ犬に対してみたいな構えになって、うん、それがやっぱ犬にも伝わる、そうらしいですかね。でもなんか予想以上にそういうなんか気づきというかそういうことなんかありましたよね。なんか結構いっぱいね獲得したよね、うん、特に展示してる最中にやっぱりすごい思うというか、うん、こうボタン操作だけじゃなくて一個別のインプット、うん、しかも声っていうのだと本当になんかいろいろあって面白いですね、うん、じゃあスーツケースの方に行きますか。はい、こちらはですね、これもまあちょっとこのゲーム作るに至った経緯を話そうと思うんですが、なんか最初ね、私が日記をねノートにこうゆるい絵で書いてて、でなんかこう駅でこういうことがあったとか、うんうん、いろんなメモがあって、でそれをまあ宇佐さんにこう共有しつつ、なんかそういう気づきからこうそういうアイディアでゲーム作ってみるのもいいかもねみたいな、本当最初の頃やってて、私がスーツケースがなんか坂から降りてきたことがあって、駅前で、 駅でしたっけ、駅の傾斜のある駅で、そうスーツケースだけがガーって降りてきて、でパッてこう受け止めて、この改札にいたおばちゃんがスーツケース置きっぱで、それが坂から降りてきちゃってたっていう。っていう、でおばちゃんはそれに気づかず、そう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 、こみちゃんだけが気づいてて、そう気づいて返した、スーツケースを受け止めて返してあげた、うん、っていうことがあって、それですごいびっくりしてました、うん、おばちゃんは。そう、おばちゃん、あーどうもどうもみたいな、うん、なんかちょっと予想範囲のぐらいな落ち着き感が気が抜けた感じの方だったんだけど、まあ、だからこそズルズル、そうそうそう、でその絵を昔描いてて、昔っていうか去年描いてたのがあって、で本当それを、あれは本当に自由な絵日記みたいな、すごい断片的な印象に残った瞬間瞬間みたいな感じでしたよね、うん、もう本当さーって置いてくるスーツケースみたいな絵を描いてて、でそれをそのまま本当スマホでパッて撮って送ったんだよね、そのうん、いろんな名不しがたい瞬間を記録した絵日記のうちのいくつかをまた見せてもらって、うん、でそれ並べてみて何かゲーム化できそうなものはあるかしらっていう見方で見ていって、うん、そのうちの1個試して、1個っていうかこれだけだったのかな、なんか振り返ってみるとそうだね、もうなんか最初から面白くて、なんかこのスーツケースは動かせそう、そうだから動かしてみようっていうのが最初でしたね。そうでした、そうなんですよ、だからこの変なモノクロのこう質感がこうなんとなくザラザラある感じは、そのほんとノートをパッて写真に撮ったのがそのまま出してみた、そのままそれを出してみたっていう感じなんですよね。
こうスーツケースを動かすときに、うん、こういう今映像で見てるようとほぼ同じラフなイラストで、うん、ちょっとこう斜めにパースがついてると言いますか、だからこう上下左右に移動するんだけれど、こう斜めにパースの傾きに沿う向きに移動するとこう、うん、なんか正しい車輪の位置になってスーッと行く、それ以外はこうガタ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 、よくあの空港行くまでのスーツケース、ね、ちょっと駅までの道を歩い転がしていかなきゃいけない時のあのガタガタな感じが意外と再現されてるような感触がその時あって、それが結構このアイデアにちょっとこだわってもいいかもっていう、そうそうそう、これ面白い感触の良さが最初ありましたよね。でなんか一回これ面白いねってなった後なんか止まったんだよね。そうでしたっけ、なんか結構いろいろなんか一旦スーツケース、そうだ、他のスーツケース以外のスケッチにも何かあるかなっていうので、うんうん、一旦スーツケースは動いて入ってなって、うん、ちょっと寝かせき感があったんですかね。 その辺、うん、そうかあんまり覚えてないな。でこのなんか操作感をもう少し操作感を楽しんでるのをこう目玉じゃないけどこうゲームの中でこれが楽しいって思わせるのを他のその旅行アイテムでそれをできないかってなって、うんうん、あの傘とかね、うんうん、スーツケースから出てきそうなものをもうまずアニメーションも描いてみてみたいな、音つけてみて操作してみてみたいな感じで進んで、ストーリーと道とみたいなのは本当2週間前ぐらいにだいぶ最後の方でしたねスーツケースのちょっと本当にゲームにするっていうのもさておき、とにかくまずスーツケースの感触は良さそうであると、そうそう、うん、でスーツケース以外にも別のモチーフがあって、それぞれスーツケースとは違う動きの癖とか、うん、音とかアクセっていうのが音とか操作感とかで表現されてたらいいんじゃないかっていうので、うんうん、そういうアイデア出しというか、そうでかつそれがスーツケースの中に入る小物で、うん、中から出てきてマトリョーシカみたいに出てくるとか、うんうんうん、なんか、ね、いろいろありましたね、うん、そういうありましたね、いろいろでいろいろありつつ、でもコアな部分としてはやっぱりそれぞれのモチーフであると、うん、スーツケースから始まった、うん、で結構絵もあって動きもいくつか組んでいて、うん、そう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 、今だと扇風機ですねこれは、そういうのがモチーフが揃ってきたけど、どうそれをじゃあ料理するかっていうのはまあ泳がせたまま結構時は過ぎましたね、時過ぎましたね。で、まあ、最近完成しました、なんとかって感じで、結果的にやっぱり中にスーツケースの中にいろいろ入っていて、うん、その中のものが出てきて、うん、それが動いて、うん、それによって道が切り開かれて、うん、先へ進んでのこう繰り返しでいろんな操作感を楽しみつつ先へ進んでいくみたいな、うんうん、正しい文章が出てきたありがたや、私の口から正しい文章確かにこうでも言ってみて確かにそうだけど、意外とゲーム自体であんまり言ってないというか、なんか唐突にまず部屋から始まり、なんか光ってるとこに行くと鍵が出てきてっていう、そういう唐突感が、まあ唐突感シュール感として楽しみつつやりましたよね、やりましたね。で一方でやっぱり今日展示をしていてすごくいろんなお客さん、うん、プレイヤーの方がこうやってる様子を見ていたり、うんうんうん、あるいは感想を言ってくれる方々のコメント聞いてると、うん、まあそういうのが面白い場合もあるし、うん、やっぱり今文章化したような、うん、この今最終的には駅の改札にいるこの人のスーツケースだったっていう感じのことが今持って分かって、うん、っていうこと
ってあると。でもこれ最初プレイヤーの人は全然知らなくてポツンと部屋から始まって、うん、なんとなくこっちかなっていうので動いていく。でももし最初からそういうゴールはあの女の人のところに行くとこなんだみたいなのがもし分かってたら、よりその目的をこう意識してそこに感情移入といいますか、何か意識目的意識を感じながらより進んでいけるみたいな方がこうっていう意見もいただいたりして、なるほどなと今日思ったりしていましたね。そうね、親切に親切に、うん、あでもゴールある方がねやれるよね、人はね。そうですね、うん、もうやっぱこう展示で解説されてやっとわかるみたいなとこもあったから、それはやっぱり伝わる、もう少し伝わるようにできたらよかったのかな。そうですね、うんうん、特にこのプロジェクト2人でやってる取り組み自体が何かどっちかのこれを作るんじゃみたいなことでもなくて、うん、本当にあの最小限の取り組みで、うん、手さかこう感触を確かめながら試していくみたいな、かなりプレーンな実験みたいな進め方だったから、こう、こうで一旦形になってみて、そこに足りない部分とか、あの何でしょうかね、こうより意見がスッと入ってきますよね。なんかその何ですかね、こうこのシュール感っていうのも別に狙ってシュールな風にしようと思ってわざわざ殺風景にしたり目的を隠したわけでもなくて、こうかなりあのある意味ではゲームを作ろうとも最初はしてないぐらいの、やっぱり何か こう素材を用意して動かしてってい う, こうゲームを後々は構成するはずだけど、まだゲーム未満のところの感触をこう確かめながら粘土こねこねみたいなのでやっているから、そうだね、だから余計にこういう経緯を話した方が面白みがある感じは、そうですね、ありますね。うん、はい、なのでぜひフィードバックよろしくお願いします。こうプレーンな分とこう後半に足されていく素材のインパクトというか、うん、あのさっきの駅前の人とかも、うん、あ急に人間が出てきたとこうそういう素朴なことを楽しん、うんうん、あこれもそうですね、ブラウザから、はい、プレイできるので遊べます、はい、うん、うん、まさかこのきっかけになった、そもそものリアルなそのおばちゃんでしたっけ、スーツケースを転がしてた、まさかこんな ゲーム化されてるとは思わなかったよね。ゲーム化されてるとは思わないですね。なんとかして届けたい気もしてきますね。あなたのあの日のことをゲームにしましたみたいな。いやはや、はい、どういう感じでしょうかね。ぜひぜひ遊んでください、はい、よろしくお願いします。じゃあもうゲームしますか。ゲーム お待ちかねの、お待ちかねのゲームプレイタイムメインコーナー。その90年代、うん、こう横みっちゃんの創作のそうインスピレーションの ション大きな要素の一つである、要素の一つである、今日遊ぶのはマックスとマリー買い物に行く、おジャストシステム、ジャストシステム、これはね遊び方とかのガイドブックです。なんか不思議な半径というか、んこの大きさ、大きさこれね CD ロムゲームのガイドブック大体このサイズ、あそういう感じなんですね。へ
大体ね箱うちもほぼ持ってないんだけど、こんぐらいでかいのよ。あで、その中にこれがパコってはまってて、これが入ってる。なるほど、そっか。そうそうそう。じゃあちょっと説明しつつ CD-ROM 入れつつ、はい、あ、はい、こちらが CD-ROM です。実機プレイですね。こちらは PowerBook G4 です。2005年とか2005年。うんうん、見て見て見て、うん、でですね、97年ドイツのソフトです。ドイツ、はい。でね、犬のマックスっていうね、ま、もうメニュー画面とかにも出てくるんだけどマックスが主人公で、なんかその、ま、うささんもそのリビングブックスっていうさ、はい、マルチメディア絵本を ね、 そうですね、ご存知ですけれども、ここで最初に会話 した会話がそれかもしれませんね、うん、それもそうなんだけど、あれはもう本当に絵本で、もうスタートと終わりがあってめくるっていうのが主なんだけど、うん、これもものすごく近いんだけど、これはゴールがシークレットで隠されてんだよね。うん、そんで、まあ、これはめちゃくちゃ分かりやすいから、買い物に行って買い物リストが全部終わるとそのシークレットゴール画面に行けるっていう、うん、だから絵本みたいだけど割とゲーム要素が、うん、ちょっとやりがいというか、うん、そういうあるのでございます。じゃあ開いていっか。お、画面切り替えていいですか、そちらに。よいしょ。お、これがパワーブック、パワーブックでクラシックを起動しています。ドイツのパブリッシャーティボラ、ティボラってとこで、うん、じゃあさっき言ってたジャストシステムってところは、はい、日本語版の出版です。はい、なんかこうワープロソフトとかって聞いたことあるような。そうそうそう、うん、お、大丈夫か。いけそういけそう。おはい、大丈夫です。影響出ても大丈夫です。いいですね。サウンドロゴ。イラストでゆるるいの今のこの絵も、そう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 、今すでに結構満足感導入でした。拍手したいぐらい拍手でいいよ。やあ、僕マックス、喋り出した、喋り出した。日本語喋るかい。じゃあこの旗を押して。 Bonjour, je suis Max. Si tu parles français, clique sur le drapeau bleu blanc rouge. Hi, I'm Max. Do you speak English?Press this flag. いいぞ。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 これは期待が高まってきましたよ。カットマリー、買い物に行く。なるほど。このね、マリーって子はね、シリーズには普段出てこなくて。はあ。マックスシリーズでもマリーの回、マックスとポンおじさんはリサおばさん家に来ている。マリーもいるよ。みんなワクワクしてるぞ。今夜リサおばさん家ですごいパーティーがあるからだ。おで、今ナレーションが終わりました。今のね、ナレーションね、青野たけしさんなんですよ。あれ、青野たけしさんと言えば、ドラゴンボールとか出てる生産、うん、おピッコロ、そう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 、こんなで、このマックスの声は山瀬まみ
こんなところで再会するとは、その組み合わせで。え、さっきのそのマリーはどれですか？マリーこの子です、青いリボンの子で、うん、メインはマックス。そう、メインはこの牛柄の T シャツの。ほら、ネズミだ。え、ネズミどこに？え？っていうように、まあ、今ね、いつでもクリックしてもいいゾーンに。これはちょっとリビングブックスっぽくもある絵を触って、手を触って、まあ、じゃあマリーを。マリー、私の勝ちよ、私の勝ちよ。ズレイヤー、いつからサイコロに八の目ができたんだい？特別のサイコロなのよっていう、ちょっと不思議な性格の女の子。発言からも分かる通り、うん、でこれがポンおじさんです。あ、ポンおじさん。え、なに？マリー、なに今の？なんか好きに犬。え、犬いますね。おやおや、ベロ。もっと寝てなさい。パーティーは日が暮れてからよ。で、なんかナレーションとは別に天の女性の声がある。なるほど、ナレーションとは別に。そう、別レイヤーが。なるほど。あとね、これが絶妙なんですけど。絶妙ですね、はい、っていうか、なんか魚が、あ、金魚鉢？あれでも、ひまわり？どういうことですか？ラー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 、世界的に有名な花のコーラス。魚はあのクリックできません。絶句ですよ。絶句してる。あ、魚、そして魚には言及されない、うん、そういう仕組みなんじゃない？そういう仕組みか。まあ、ちょっと買い物本編に時間を割きたいので。あ、そうか、今まだ家でね。次行きますね。はい。で、これどこで次に行けるかがわからない。確かに、なんかぽい矢印とかないですね。でも結構インターフェース下、さっきポッケ選んだのにまた選べるし、結構面白いんだけど、どのシリーズも、このマックスシリーズはどこからどこを押せば次に行けるのかが分かんないようになってて、それも探してもらうみたいになってる。へー。あー、でもその探してるうちにいろんなのに触ったりしてみたいなことがきっとあるんでしょうけど、うん、そうそうそう。じゃあ、まあ答えいきますね。あ、すごい。聞いてちょうだい。パーティーのために街でまだ買い物しなくちゃ。誰か買い物に行ってくれない？うん、ラジオの修理をせんとな。じゃないと今晩音楽が聞けないよ。マックスと私で町に行くわ。バスに乗って。やった、僕町に行ったことないんだ。それにバスに乗ったこともないし。じゃあそうして、マックスはマリーに案内してもらうといいわ。買い物リスト渡すから、何を買うのか忘れないようにね。さて、マックスとマリーは今すぐ買い物に行った方がいいかな。うん、いや、出ました。え？このシリーズは、うん、いやで、さーてでなんか終わっていくのかと思ったら急に委ねられる、ね、そこで毎回うん、いやが出るので。あ、いやもできるんだ。うん、さ、ワックス行きましょう。きっと楽しいわよ。やっほー。いいですね。さあ、町へ行こう。バスが来るまで待っていいよ。待ってる間にリサおばさんの買い物リスト見ておこうか。ほら、これだ。チューリップ一束、バナナ三本、パーティーの帽子四つ、卵六個、面白い、ボール紙の花5つ、切手6枚、それからね、マックスとマリーはチョコレートアイスクリーム食べていいって言われているんだ。ええ、ううさて、これからマックスとマリーと一緒に買い物に行こう。今行ったものを全部買い終わったらリサおばさん家に戻れるんだ。すごいパーティーが待ってるよ。
だそうです。いやこれはたまらないですね。すごいパーティーが始まってないのにもうだいぶお腹いっぱいっていうかお腹いっぱいすごいですよ。で今放置してでもバスは来ません。ああなんでこれはもうこのページの中で好きなものを押せます。今ちょっとだいぶいろいろ、うわバスまだかな。おいどうかした？別に何でもないわ。楽しんでらっしゃい。気をつけてね、うん、あ、え？え？あ、歩いた。え？鳥じゃないんだ。鳥も木から落ちる。練習しなきゃね。みたいなツッコミがたまにある。また天の声がなんか言ってますけど。やばい世界。馬なら落ち着きがなくちゃ。この人地下鉄に乗るんだわ。地下鉄？なんか結構喋るね天の声ね、うん、しかもそうですね。交換もいちいちなんか、うん、使い回しは絶対せんというなんか気合いのような、うんうん、でこのバス停を押すと次に行けます、はい、行きますか。ちょっとまだ買い物パーティーもあるし、ね、早くパーティーあるしね、解けましょうか。これは遥か彼方町のバスの地図だ。今いるところはリサタワーっていうバス停。次のバス停は市場、それから公園、大通り、商店街と続くんだ。バスに乗りたいかい？じゃあここを押して。うん、いや。うん、いやって。こういこう、うん、うん。今更ですけど、アイコンも可愛いですね。あ、ジューシーアイコン。そう。なかなか愉快なバスじゃないか。運転手さんはずっとバス停の名前を言ってるだろう。それでね、君がボタンを押したバス停でマックスとマリーは降りることになってるんだ。なるほど。さっきの覚えとかないと思いますか。次は市場。応援の方いらっしゃいませんか。ここは遥か彼方町の市場。ここで売ってるフランクフルト可愛くてうまいんだぞ。うん、マリーも大好きなんだよ。うわあ。え、すごいでしょ。見てごらんなさい。ここには美味しいものがいっぱいあるんだから。あ、触っていいタイムになった。ちょっとなんか同じ犬でも世界の違う。確かに。あ、犬の世界犬。世界にラスポリザマサルマッションのグラスはプレマッサー。絵がもうそうなんです。ちょっとこっち見てるし。なんかその街を描いてるってラスポリザマサルマッションのグラスはプレマッサー。ラスポリザマサル行ってみたいね。マッションのグラスはプレマッサー。ラスポリザマサル。この掛け声はマッションのグラスはプレマッサー。検索欲しいよ。ホットドッグ、ソーセージ。ソーセージ屋さん、見えなくなっちゃったわね。グラスポリザパサー。マッションのグラスはトゥレパファ。ここにね、もう目当てのものがあるんですよ。ああ。よく見ると。あれ、もうもはや全然覚えてないですよ。ちょっとあまりにも目白押しで。え、これはもうこれ押せばいいの。そうかそうか。あ、あ、花とか。バナナ、花バナナ、帽子、卵、帽子、あ、切手も必要だから、あ、なんか郵便屋さんがありますね。郵便屋さん行けますね。そうだね、買い物してることすら忘れてた。買い物してることすら忘れてた。なんかある、あるからね。買いましょうか。ほら、理想おばさんの買い物、チューリップが買えるわ。あ、そうだ、すっかり忘れてたよ。あ、一緒。大丈夫よ、私覚えてるから。チューリップ一束ください。
い、かしこまりました、お嬢様。5犬ドルいただきます。犬ドルなんだ。こういう感じでタスクをこなしていきます。無事変えたわけですね。Glace pour les enfants, ça! Le marchand de glace a tous les parfums! Glace pour les enfants, ça! Le marchand de glace a tous les parfums! かわいい！目に来る鳴き声でした。何か食べ物やりたいな、この子たちにも。Glace pour les enfants, ça! Le marchand de glace a tous les parfums!魚って掴みにくいのよね。あんまり魚好きじゃないんですか。ちょっと可愛いね。全く似た者同士ね。絶妙だよね、このコメント。幸せそうな家族だこと。ここは天の声だいぶ介入してくるのね。今後も介入してくるのね。ビンテフ行きますか。切手が買えそうだな、ね、マックスとマリーと一緒に郵便局に行くかい。うん、いや、うん、うん、そうだ、リサおばさんの切手買ったっけ。まだよ。ほら、郵便局だ。やった、さ、入りましょう。山瀬もみ、この郵便局とっても気持ちがいい。大きくないけどね。けどびっくりするようなことがいっぱいマックスとマリーを待っているぞ。赤い、ほら、あの人寝てるよ。なんか暗いですよね。裏暗、真っ黒ですけど。でっかい手紙持ってるね、この人。でかいですね。小包かな。スタンプ押されたくないわね。お願いします、ちょっとこれを。ああ、ちょっとお待ちください、すぐ済みますから。ゆるゆる。スタンプが一人で仕事してる。あ、そうだ、忘れてたよ。お願いします。ちょっと待ってね、すぐ済むから。待てないわ、今すぐしてちょうだい。リサおばさんのお使いなんだから、切って6枚。ああ、そりゃ特別の用事だね。どんな切手がいるんだい。市長さんの絵がついてるの。うん、6犬ドルいただきます。はい、これ。リサおばさんによろしくね。リサおばさん、めちゃくちゃ有名人だよね。そりゃ大事な用事だみたいなね。クリカ、中に入ってるの、ライオンかな、キリンかな。そして時計の音がすごい。ん、仕事おしまい。喋った。なんかこう、なんか不思議な空間ですね。ね、ここ眠くなりそうだね。ここ寝てますしね、なんか。マックスとマリーと一緒にここを出て市場に戻るかい。うん、いや、戻ろうか。ちょっとそうですよ、うん、2人の横顔もなんか、これね、ボタン、いや、オーバーで音が鳴る。いや、うん、いや、うん、うん、いや、うん。うん、いや。さあ、マックス、行きましょう。ここは静かすぎるわ。
Glace pour les enfants ça. 乗りました。 Le marchand de glace a tous les parfums. またバスに乗れば次のエリアに行ける。 Glace pour...市場にいるマックスとマリー、そろそろ帰った方がいいかな。二人ともまたバスに乗った方がいいかな。うん、いや。うん。バスタイム。次は公園。お降りの方いらっしゃいませんか。公園ではいつも何かが起きる。今日みたいに天気がいい日には特に。遥か彼方町の人がみんな公園にやってきて、おいしい空気を吸ったり散歩したりするんだ。おまけに公園には面白いことがいっぱいあるんだよ。あー綺麗だね。僕ん家みたい。驚いた？マックスの村じゃどこの家にも庭があるんでしょ。でもこの公園ほど広くないでしょ。だそうです。いやー波乱の予感が波乱の予感僕ん家みたいに綺麗なかなかなこと言いますね。マックス遠いとこ住んでるから。そっかそっか、本当なんだ。アイスあるからね。アイス食べたいね。アイス食べたい。アイスクリーム、アイスクリーム、今日のアイスは特別だよ。無反応。え、あ、二人どこで買うんだ。二人チラッと見ただけ。マリー、ほら、アイスクリーム屋さんだ。私、分かってたわ。チョコレートアイスクリームありますか？もちろん。じゃあ、チョコレートアイスクリーム2つちょうだい。おう。に、犬ドルいただきます。安い。はい、1枚、2枚。はい、どうもありがとう。なんかちょっと大人な音楽ってことかな。ビターチョコレートね。そっか、なんか老夫婦っぽい二人も座ってるし、ね、そういう雰囲気だ。おやおや、おばさんは編み物、おじさんは居眠り。え、うん、そうだね。なんか最初の文章に比して結構一番今までであるし穏やかなエリアではありますね。あら、蝶々、捕まりたくないのよ。市長さんどうしたんだろうね。こんにちは、デメのカエルさん。でね、ここね、買い物に関係ないゾーンもあって、おう、ちょっと行けるんですけど。寄り道、寄り道ちょっとしますか。ちょっとしてみたいですね。マックスとマリーと一緒に遊び場に行くかい。うん、いや。うん。絶対ちゃんと確認してくれる。うん、ほーら、遊び場だよ。石の像もいるぞ。もしかしたら本物かな。でさ、ここにマックスいるんだけど、うんうん、柵が違くない？なんか笑ってますね。ゆるいっていう。でもどういう笑みなんだろうな。象に乗ってね、うん、ちょっとその猫もなんか急、うん、もう猫力尽きてますよね。柵が的に若干あ、動いた。あ、すごい勇気あるわね。すごい歩き方してたな。なんかね、このゆるさもたまらないんだよね。うん、力の入れ方だ。うん、あ、戻ってきた。怖いよ怖いよ。なんか砂風呂、ベビーカーの隣で砂風呂。あらら、らあー、すごいすごい。もう一回よ。元気。同じコメントしちゃった。いやでもこういう公園は大事ですね。そうですね、うん、自由な自由な、うん、おー、いや細かい。あ、こういうのは出たら終わる。あ、もう押せない。イベントもありますね。全部が全部繰り返しじゃないんですね、うん。
猫でさえ戻ってくるけど。あ、ねえ変わってよ。ブランコ1個しかないのか。あんなドヤ顔で乗ってる。うん。面白いのよね。コメント。そろそろマックスとマリーは遊び場から帰った方がいいかな。うん。いや。うん。うん。私飽きちゃった。帰りましょう。もっと遊びたいのにな。あ、はみ出ちゃった。いやそうか、やっぱこのエリア、そういうエリア。こういうものよ。マックスとマリーはバスに乗った方がいいかな。うん、いや乗りましょう。うん、買い物がありますか。あ、乗る場所が。次は大通り、通りの方いらっしゃいませんか。ここは遥か彼方町の大通り。マックスとマリー、車に気をつけてね。車が多くて危ないからね。一歩見る角にしてもめっちゃ色合わせが可愛い。うん、ね、窓のレーム、うん、めっちゃ車。変なブリキ缶だこと。あ、お、道に迷ったのかな。確かこの人隠れキャラだった気がするな。あ、そんなのがあるんですか。噴水のゴーグルしたキャラが隠れキャラ。俺は買い物。マックスとマリーと一緒に洋服屋さんに入りたい。うん、いや、うん、いや、うん、ねえマックス、入りましょう洋服屋さんに。面白いわよきっと。オッケー。洋服屋さんに行ったことあるかな。もちろんあるよね。でもうんざりしちゃったけど、面白い洋服屋もあるんだよ。この小さな洋服屋さんみたいに。静か。静かだね。やっぱりちょっと緊張してる。もうすぐ閉店、もうすぐ閉店。そうなんだ。え、そうなの。そうなんだ。こんな時間。これは何でしたっけ。あ、帽子か。帽子がありますね。帽子を買う。帽子買おうか。帽子。そこの帽子、いただきたいんだけど。かしこまりました。10イヌドル頂戴いたします。おお、はい。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚。ありがとうございます、お嬢様。すんなり買いました。ここで遊ぶよみたいな感じのね。めっちゃゾーンが奥にありますね。ありますよね。行きますか。ちょっと行ってみたいですね。さあ、変装しよう。よし。変装。変装。変装。あ、いや。どうかなさいました。いや、別に。なんでもないです。え、演奏成功しちゃった。あ、コメントなかった。村の感じよね。あ、本当だ。もう一度成功すればもう当たり前みたいな。あ、あ、鏡何もない。鏡だ。ベロ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 。ワオ。
じゃなきゃいいけど。そうですね。元気にやってこう。2人も見てる。見てるね。上級ダンス教室。コメント。ものは3つ。あ、気がつけば結構バナナ卵。行きますかね。はい。マックスとマリーと一緒に大通りに戻りたいかい？うん。いや。いや、うん。行きましょう。飽きちゃったから。意思表示。ね。ここも一瞬寄り道がございまして、ね。ああ。どこだと思う？なんか黒いガレージみたいな。ああ。車の病院よ。あ、うん。車の病院だ。そう、ここなんですが。何ですかそれは。ねえ、この穴から工事してるのが見えるわよ。どう、見てみない？もちろんさ。よし、見よう。お、町はどんどん大きくなっていく。ここでもまた新しいビルを建てている。この辺めっちゃ良くない？やばいですね、なんか結構手前が。手前の書き込みもいいんだよね。でもこの人の耳ももう書かれていないっていうのが。これどういうことですか？ヘッドホン、あれ？なんかあれね、耳当て？あ、防音？防音のやつしててさ、犬のはずなんだけど、もう犬なのか何なのかっていう。確かになんかこういう兄ちゃんみたいな。タンクトップ。ね。あ、そういう行為な。面白そうだな。そうなんだ、うん、さあ、召し上がれ。お、食べて。食いしん坊だな。なんかね、あ、ほら、いたいた。あら、この人、どこから来たのかしら。このシーン好きなんですよ、私。だいぶ今までの寄り道と確かに違いますね。そう。大通りに戻りたいかい？うん。いや。うん。さて、だいぶ窓だけ見ていい？あ、見ましょう。お。あ、あらら。あらららら。風呂上がり。風呂上がり。こんにちは、奥様。こんにちは。近所の人とはちゃんと仲良くしなきゃね。そうですね。ヒヒヒヒヒヒヒ。猫の顔。猫、やっぱ犬派だからこうなる。さっきの猫。ああ、犬派なのか。わかるよ、気持ちは。マックスとマリーはバスに乗った方がいいかな。うん、いや。次は商店街、お売りの方いらっしゃいませんか？ここは遥か彼方町の商店街。ここにあるのはおもちゃ屋さん、フードショップ、キオスク、それから八百屋さん。いいよね、ここの絵も。いいですね。またやっぱりちょっと、はい、円形の犬が気になっちゃいますね。犬ところどころにいるね。ここどころいて、なんかまたゆるいな。ゆるいですね。普段あまりにコメントあるからないとないでドキッとするんですよ。このシーンすごい好きなんだけど、これがすごい怖いっていう。なんか手がトマトに伸びる手が。あ、あ、お、犬じゃない。犬じゃない。お腹空いてるのよね。
犬じゃない。何なんですか、何なんだこれ。これは作者の意図的な何かを感じる。あプチトラウマが遊ぶ年齢によってはバナナ。あ、そうです、買い物がありましたバナナがあります。マリー、ほら、そこ。そうよ、そうよ、リサおばさんにバナナだ。バナナ3本、ちょうだい。3犬ドルだよ。ドルだよ。ほら、お前たち、こんなゲートできないだろう。どうした。潰すかと。無音が喋りました。あ、レモンの音だったのか。どうしまーす、みなさーま、しゃまらす。なんか言ってる、なんか言ってる。いやー、細かいですよね。細かいですよ。あ、開けたまんまいいです。カッコつけちゃって。寝る前と食べた後は歯磨き忘れないでね。そうだね、寝る前パジャマ。じゃあこの人昼夜逆転してない？ちょっと思いますなかなか小綺麗な店じゃないか。マックスとマリーは入るべきかな。うん、いや、うん、ここは遥か彼方町のフードショップ。ここで売っているのはミルク、そう、チーズ、レモネード、パン、ソーセージ、他にもいろいろあるよ。おお、近いこんにちは。てか、いや、いらっしゃい。何がいるのかな。先にいろいろ見たいんだけど。どうぞどうぞ。いい感じのおじちゃん。どうぞどうぞ。このシーンだけパースがなんかグワンってなってて、グワンってこっち来てますねどうしたんだろうなんかわかんないけど面白いなんかそしてそのせいですごい広いお店のような、うん、そうだね。これまた何とも言えない、うん、ペンギンいるしね。ペンギン、あ、あ、行っちゃった、行ってしまった。あいついつも夏はうちにいるんだよコメントコメント。あ、え、食べたよ。え静かに食べた。わあ、いろいろ置いてあるわねなんかここもやっぱり今までと違うね。大当たりラー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 みたいなね。うん、まあ卵あるから買いますか。ほらマックス、卵だ。卵のお金ここに置くわね。7犬ドル。ありがとう。あ、押したっていうことか。押したってことみたい、今の面白あ、同じこと押しちゃった。パン
ラジルのボンボンね。大体踊りがちだよね、こういう CD ロムはね、ソフトはね。確かに。あ、お、スーツケース。おいおい、お金なんか吐くなよ。ちょっと辛辣。これさ、絶対この下にいっぱいコイン溜まってるじゃん。本当、確かに。あれ、ね、そして触れるわけではないのか。触れるわけじゃなかったね。なんか強調されて見える。なんかおかしいな。だいぶシュールだよね。だいぶ、ここもなんとも言い難い妙なゾーンですね、うん、ヤギのチーズだ。え、あ、じゃあこれも鳴るんじゃない？え、鳴くんじゃない？あ、違った。踊った。いや、相当違いましたね。ソーセージのエアロビクスね。エアロビクス。はい、はい、こんな感じでした。店の中よく見たかな、うん、マックスとマリーは店を出た方がいいかな。うん、いや、うん、うん、おじさん、私たち帰るわね。バイバイバイ。おい、さいなら、またね。うえー、いやじゃあ見たくない。後味ちょっと最後まで妙でしたね。うん、このトマトのおじさんしかり、なんかちょっとモヤを残す。可愛いのにね、絵は。何でしょう。おもちゃ屋さんだよ。マックスとマリーは入るべきかな。うん、いや、いや、うん、絶対確認。2段階。素敵なおもちゃ屋さんだ。ここだと何日いても退屈しないね。でもマックスとマリーにはリサおばさんに頼まれた買い物がある。いらっしゃいませ。買わないで見るだけかな。まず見せてちょうだい。いいよ、どうぞごゆっくり。わあ、すごい、こんなにたくさんあるんだ、おもちゃが。村にはないわね、こんなには。で、楽しげですね、このマックスシリーズ。このアイテムを全部買ってしまった瞬間にゴールに行ってしまうので。あー、なるほど。もう少ししばらくいたかったら買わずに寄り道します。意図的にそれを買わしながら。そう、なるほどなるほど、うん、そこは聞いてくれないんだ。そこはね、確か聞いてくれなかったと思う。うん、そこはあの線引きがあるんですね、うん、なんか押してほしいとこあれば、うん、なんかでも無難にあの、じゃあ浮いてる、ぶら下がってる魚、うん、あ、これだけだった。あの下の真ん中の黄色いこの、これは何でしょう。あ、似合った。あ、うあお、うん、なんか今の 絵柄がこれもシンプルだけど違うような、ね、不思議なやつですね。恐竜かわいい。火遊びなんかするからよ。火遊び。火遊び。おやおや、あなたって恐竜？それともラマ？え、ラマ。ラマ。ブー。かわいい。これクマさ、行こうよ、じゃあ。クマ。お、あらら、ほら、ワッカス見て、ダンスするクマよ。あ、人形。ワッカス、マックス。え、声が低かったよね。低かったし、なんか無言で見てて。何これ、ジェラシーで、なんかこれもさ、変でさ、ああ、なんか同じのいない。これ鏡の映り込みじゃなくて、あ、
なんだなんだなんだ鏡じゃないよね。鏡じゃないですね、うん、だって2人も映るはずですもんね。あ、どういう動物かわかるかな。おお。おお。映像シリーズ。マリーに重なってる。本当だね。これは何なんだ。あ、終わった。答え言うでもない。うん。1、2、3、4、うん、このモチーフとかめちゃくちゃドイツだよね。あー、そうかそうか。ねえ、あい、うわ、あう、うん、音、よくやったぞ、カスパー。なんかこういう話があんのかな。あー、なるほど、と思いたい、うん、私、あなたより可愛いでしょ。いいえ、私の方がずっと可愛いわ。大丈夫かな。うあ、面白い。あお、うん、お。誰か来たのかな。うん、どうして。おかしいなベルの音聞こえたけどね。ああ、行っちゃったよ。何者なんだファンキーな店員さんだよね。それじゃ寒すぎないこれじゃ楽しめないって言いました。さあ、おしまいよ、ベッドに入りなさい。やだ、まだ眠たくないよ。あ、うん、おお、消えて終わる。あ、電気消したんだ、暗いな。ほら、かわいい。もうこの結構、うん、あ、いや、絵がすごいなと思って。そうね、地味に。この作品自体がおもちゃっぽいのに、その中におもちゃが描かれてて、うん、それが全部クリックできておもちゃ遊べるって不思議な感覚。じゃあ買い物しますか。ほら見て、マリー、ボール紙の花だ。なるほど、ボール紙の花5つくださいな。あー、1、2、3、4、5イヌドルだよ。ご機嫌だな。揃った。あ、違った、戻んなきゃいけないんだ。マックスとマリーはそろそろおもちゃ屋さんを出た方がいいかな。うん、いや、うん、全部買ったよ、ね、バイバイマックスとマリーは商店街にいるのだが、もうバスに乗った方がいいかな。うん、いや、うん、これで一周して、次はリサタワー、お売りの方いらっしゃいませんか。お、お、あ、リサおばさんのパーティーへようこそ。始まってる。みんな来てるよ。誰が誰だかわかるかな。あ、郵便の人が、うん、街で見た人が集まってるっていうパーティー。なんてこったい。あ、ついさっき言ったあの後ろの二人もね。トマトの人いないですね確かに。招かれざる、招かれざる、かわいい。でも確かにちゃんと買ったものが散りばめられていますね、うんうん。あなたって大発明家ね。そうなんじゃよ、まったく。
腹いっぱいになることはないのかな。あら、あの顔見たことあるわね。あ、秘密キャラ。くのくんちゃんも帽子かぶってる。確かにパーティーに水は差さないっていう心意気、ね、時計もパーティーの気分だ。思いっきりだ。先にいた。続けるゾーン起こしちゃった。起き続けるゾーンあ、長いところ長いところ今のところ最大ですね、これは。最長の。最長の。密集してるからサクサク押しちゃいますね。さあ、このシーンは どこで終わると思いますか？あ、もうパーティーしちゃってますからね。もうドアで外行くっていうんでもないのかな。窓。そうかそうか。なんか机の上にあるあのマップみたいな、これは何だ。スゴロクだけどないね。え、じゃあまたドアになる。ドアクリックできるんですよ。あ、行けます。行けるんですか。行けますか。え、あ、みんなこっち向くの。あ、今来たみたいな今自分ドアから入ってきた時の。まだ遊びたいかい。うん、いや。あ、え、もう一回聞きましょうよ。ちょっとイヤーをして。そうか、帰るから。あ、え、クレジット流れちゃったまだここにいたい回だったんだ。あ、なるほど。あ、で、はい、やってれば続行。あ、逆、最後だけ、よりによって最後だけ逆だったんですね。そうか、ほんとだなんなんだいあ、でもこれで一応おしまい、はい。出だしから会長でしたね、うん、でそのまま持ってかれちゃ、なんか持ってかれちゃったし、微妙に毒とかトゲットまでは全然言わないけれども、うん、なんかこう大人が普通に読みかす、例えば子供とかに読みかせてたらなんかぼやってなるようなちょっとチクリとするような。そうね、面白さ絶妙ですね、これは。はい、確かにこれはマックスとマリー買い物に行くでございました。ちょっと知られざるというか、うん、なんかそれでですね、あの途中にあったその天の声なんだけど、はい、英語版には存在しないんですよ。へえ、日本語版にだけ。だから日本語版を作ったスタッフがなんかこのおかしなシュールな世界に説明がいるんじゃないかって思ったんじゃないかなって、私はちょっと一説を唱えてるんですけど、ちょっとこれぶっ飛びすぎだから入れようよっていう。でもそれがある種ぶっ飛びを加速させてるような
なんだよね部分もあったりしましたよそう結果としてねそうなんです。面白いですね、うん、これはなんかちょっと記憶を消してもう一回やりたい気もする記憶消してやりたいシリーズだ。なんとも言えないですね、うん、面白かったです。ありがとうございます。97年、ドイツ97年、ドイツ語版っていうか本物はもう少し早く出てるんだけど、うん、日本語版が97年でっていう。結構ねこのシリーズは奥深くてすごいですよ。そのドイツ語版だけでしか出てないタイトルとかあって、ああ翻訳されてないんですね。そう、もうこっちの方がもっともうすごい尖ってたりして、へえ、うん、月に行くやつとか、ね、あ最高なんで、それもいずれまた配信したいですね。見てみたいですね、ぜひ。うん、ここに書いてなかったかな。そう、マックスと秘密の数式、マックスと幽霊城、この英語版、日本語版をこれまでの遊ばないとではもう遊んでるんですけどね。そう、マックスの冒険は他にもあるよ。他にもあるよ。確かに買い物といえど、うん、冒険と呼んでも良い、うん、そう、昔はねこういうホームページで遊ぼうとか言って、あ、ホームページ上でもゲームがあったりしました。かつていいですね。そうなんです。すごい、いやすごい世界だったはい、じゃあエンディングになります。はい、はい、遊ばないと10ボリューム13、ボリューム13終わろうとしています。面白かった。じゃあちょっとこれ、はい、普段は、うん、その冒頭に紹介になった古本屋とか、うん、とかなどから放送していて、はい、今回初めて今て、うん、この大学のスタジオ、うんそうですね、からオープンした感じなんですね、うん、どうでしたか、なんか過去と違いが、過去と違い、え、結構でも紹介するゲームのワールドが強いから結構場所がどこであってもこう持ってかれるぐらいのものをいつも紹介してますね、うんうんうん、なんかしてますね。でもちょうど今マックスのこれ出して結構もう見どころ出し切ったみたいなとこはちょっとあって、おう、うん、もうマジでこれは紹介したかったやつ。やっぱこう絵を描く人としてこういうもうなんていうの、絵でもうバッチリ満足度を与えてくれる作品ってやっぱすごいなって毎回思うから、うん、絵がこんな緩いんだけどちゃんとしっかりしてるっていうなんか絶妙な絵なんだけど、またそれがちゃんと作画されててこうねマックスの横と正面ととかいっぱい書いてあって、ちゃんと多分実際原画があるんだと思う、あれは水彩で描いたの、うん、でもう当時の技術でスキャンして、でそうですよね、97年です。でこの画面今実際のは480、うん、480ピクセルぐらいに結果になってるので、うん、なんかこう水彩の感じが圧縮されてあの味が出てて、あーそれもまた面白いですね。そう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 、ちょっとはははは、うん、本当はもう今の時代じゃ本当に綺麗な水彩の感じにできるけど、うん、もう精一杯があれだったっていう。でそれで結果的にちょっと完全再現じゃないんだけど、うん、なんか損なわれた魅力が損なわれるのとは違う新しい何か、うん、ちょっとテクスチャーというか、うん、というかが出てると思う。それはあるんですね、うん、なるほど。確かに絵の村もこう、うん、村なんだけどなんだ下手とかそういうこととはちょっと違う、うん、やっぱりなんか村がありつつ統一感はありみたいな。そうだねそうだね、不思議な画面でしたね、うん、そうなんです。なんか
見てる方の刺激になれば良いかなと思います、うん、で今回ゲーム展の中のプログラムとしてやってみるとこうやっぱ普段単独でこういうの鑑賞したりするとまあ、うん本当に鑑賞モードでいいものだっていう感じでまずあって、うんでうん、自分たちで開催したこの展示と並行してやるとなんかちょっと作ってる作業のことをより考えてみる風になる気がしましたね。わ、うん、かるわかるなそれね。こう、うん、この97年の水彩のこのゲームっていうのも全部当時こう作ったわけですもんね、うん、ちょっと普通のことですけどいやでも本当なんかネットにある限りの情報でむちゃくちゃ調べたことがあってドイツ語の記事でインタビューバーバラさんのインタビューがあって、うん、それも本当当時はその CD-ROM マルチメディアフェスティバルじゃないけどそれコンペティションに出すんだってまずこれ作って、コンペがあったんですねそので何かその応募するためにもみたいなくだりのインタビューがあったりやっぱ予算が必要でとか書いてあってあなんか今大変だったって書いてあってコンペがあるんだ、うん、結構いっぱい賞をもらったみたいな、うんうん、そこは納得のうんなんですってはいじゃあいい刺激に皆さんのいい刺激に作り手のいい刺激にもなってればいいなと思います。ちょっと告知にじゃあいきますね。はいはいディスコードで私がこういう90年代 CD ロムについてまあ話したりこうその好きだよって人と交流するコミュニティがあってデスクトップアイランドっていうのをちっちゃく地味に運営してます。私のツイッターから行けます。よろしくお願いします。なんか最近はね海外の人とかがね日本の CD ロムソフト好きな海外の人とかが話しに来てくれて世界コミッちゃんのような人が、うん海の向こうにもいるといるいるそしてこのデスクトップアイランドを見つけてそう書き込んできてくれてるんですよね。なんだっけなここ兄ちゃんのソフト知ってるかみたいなあそういう感じで知ってる知ってるみたいなそういう感じで来るんですねこう来る来る来る知ってるかって、うん、そういう会話なども、はい、このチャンネルに入って参加できるわけですね、うん、お気軽にあとはコミツっていうマガジンを書いてました。今もそろそろ書きたいんですけどのんびり更新中です。コミツこういう手書きのマガジンを書いてます。リビングブックスそう、ね、順番的にこれまで配信したソフトを順番に私の得た雑学知識こんな会社が作ってるよみたいなのを書いてます。 あれ今まさにプレイしたものの、は、うんうん、これからこれからです。ボリューム2かな。あ待って今見つけてないかな。あったあったあったボリューム2これねマックスと幽霊城書いてます。あ別の冒険の別の冒険私はねマックスシリーズがこの幽霊城が一番好きです、うん、いらない情報だけどはいちょっとこれからも更新しますのでよろしくお願いします。これネットでも公開して、うん、はいノートで見れるんですよね。見れます、うんうん、で私の YouTube があるのでそれもよろしくお願いします。あと英語でコミツって打ってもらえれば出ます。今日の放送もそのアーカイブになるのかな。なんかひとまずゲーム展のアーカイブとして残りますので、
リンクとかつながると思います。で過去の遊ばないともその YouTube から見れる、見れます。以上です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。